今週の国レイディオを正す会議。はい、ラジオネームガチムチマシーンモーレースさんの一通のメールからスタートしたこのコーナー、汚れ乱れたこのラジオを正していく方法をメールで募集しております。そして会議していきます。それでは今週の会議案どうぞ。はい、ペンネームあげたパンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、小原さん、ゲストの古川さん、鈴木さん、花森さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。前回の放送を聞いて初めてメールを送らせていただきます。うん、ありがとうございます。前回自衛隊に体験入団させようという話題が出ましたね。はい、そこで、元自衛隊員である私から少しだけ助言をしたいと思います。うん、あ、ちなみに前回ね、この自衛隊の体験入団したらどうかって言った時に、はい、うんうんうん、その自衛隊の皆さんにあのご迷惑をかけるんじゃないかと私が申し上げたんですよ。で、それに対してのお言葉ですね、自衛隊は全然迷惑だとは思わないです。なぜなら私も体験入団してきた一般人の教育を受け持ったことがあるので、こちらとしてはぜひ入団してみてください。新しい世界が待っていますよ。長々と長文失礼いたしました。毎回楽しくラジオを聞いておりますという温かいメールでございます。なるほど、うん、なるほど。迷惑ではない、うん、大歓迎ということで、じゃあもう行くしかない。行くしかない。おしまい。行くしかない。議論おしまい。会議終わった。お三方はどう思いますか？え、行けばいいんじゃないですか？うん、なるほど、うん。僕もちょっと気になってますもん。自衛隊の体験。すごい筋肉。そう。そうね。鈴木さんね。我らが筋肉担当なんで。じゃあ、じゃあ一緒に行きます？一緒に行くんですか？豪華ですね。なるほど。鈴木くんも一緒に。そう、僕も一緒に自衛隊の体験に行く。うん、うん、ちなみに確認なんですけど、鈴木さんはそちら側の方なんですか？自衛隊員ってことで。あ、じゃなくて、不思議なリスナーさんと同じようなタイプの方ですか？あ、でもどっち、え見方を変えれば確かにそういう見方もできますよ、もちろん。あれ、うん、あれドーンが上がった。ドーンが。じゃあこれを聞いた上で一旦判定しましょう。そうですね。え、それは何ですか？僕に対してですか？誰も。あ、じゃあ面白いから鈴木さんに対しての判定を4人でいきますか。はい、わかりました。いきましょう、せーの、ドン。何の時間だこれは。じゃあこの判定を受けて罰が与えられるということなので、はい、鈴木さんは自衛隊の体験入団をしてきてください。そして、はい、ゲストに来てくださった時で構いませんので、はい、それの感想をお伺いしたいと思います。なるほど。じゃあ必ず行かないといけないんだ。スケジュールちゃんと作んなきゃいけないから、ね、ちょっと隙を見て。鈴木亮太のスケジュールに自衛隊体験入団ちゃんと書いて。面白いな、それ面白いですね。いいですね。わかりました。ちょっと体験するまでじゃあゲスト行けないの？そうですね。嘘。そうだね。マジか。じゃあ、はい、このメールをくださったあげたパンさんの判定をしたいと思います。そうですね。そうですね。いきますよ。そこが本題ですね。はい、せーの、ドン。はい、おかわわわということで、うん、素敵な判定をいただきましたので、うん、この方は後日ポスターを送らせていただきたいと思います。はい、ぜひぜひ採用していきましょう。でもさ、これを聞いた上で思うのはさ、今日聞いてる猫平行さんいらっしゃってるじゃない、うん、この方にじゃあ自衛隊の体験入団をしてもらったら。確かに。あ、じゃあ一緒にケロね、ケロッさんも持ってね、うんうん、一緒にね、ぜひ行けたらなって。もし自衛隊員の方にそれは何だって言われたら、いや、これは絶対必要なものなんですけど、ケロッさまです。だって探しから発声が良すぎて、すごいコメンテーターみたいそれでずっと横でクスクス笑ってらっしゃる。そう、いや、なんかこう初心に帰るって大事だなって思って、すごいすごいいい声なの。誰もさっきから鈴木くんが、あのね、マイクを通してもいいんだけど、すごいもうリアルで圧がすごいからすいません、ちょっとご迷惑をおかけくしてる。感じるの、圧を、うん、そう、
素晴らしい。今度会長と鈴木くんでね、ラジオ、シモレイディをシモレイディ我々でジャックして我々か我々か楽しい回になりそうですね、楽しくなりそうですよ、見たいね。確かに古川さんの声はちょっと色っぽいんですよね。で、鈴木くんの声はなんか、うん、はい行きましょうちょっとなんかトーンが違う、うん、じゃあもう一個読むよあのそれについてあるんだ。おう、ペンネームネオケンジさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。正直に思うんです、小賀さん小原さんがいるからリスナーのみんなもおかしくなってしまったのだと。ならばいっそのこと一回くらいお二人には脇にいていただいて、今回のゲストである古川さん鈴木さん花森さんにラジオを任せるというのはどうでしょう。少しは正されると思います、多分ほうという。なるほど、なるほど、なるほど。どうして冒頭で渡さなかったMC が逆転、我々か、うん、どうする、もっとひどい状態になって帰ってきたらすごい、どうしよう、どうする、どうする、あおちゃん、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。いいのかなそんなに投げやりでいいのまだひど一番ひどくなったところで正していくと一番いい方向に行くと思うんですよ。一回なんか地の底までなんかなるほど、ね、やってみたらいいんじゃないかと我々に任せたら地の底まで行くぞ。ちょっとそれはそうですよ。だって死亡霊量ですもん、それは。でもね、多分ね、あのね、いろんな方がいるけど、私個人的に思うのはもうこれね、現状で地の底に行ってるんじゃないかなと思うんですよね。いや、そんなことないよ。この状態でお二人にバトンタッチした、お二人にご迷惑をかけるのかなって思っていたんですよ。したら、死亡霊量をやろうって盛り上がりだしちゃったから、うん、ちょっと心配ですよ。あれ午前0時配信なんじゃない、午後じゃなくて、わりかしね、あのみんなの耳も割とのシャッターが開いてるだろうと。そうですね、そこにあのいい感じにちょこ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 いい感じのことをつぶやいてね、最後うんちって言って終わるみたいなそこだけすごいなんか若年層すぎませんそっか対象があれダミーヘッドマイクですかおお。いやでもちょっと鈴木くんの発声だと鼓膜が破れちゃうい や, いやいやいや、そこら辺は僕だって調節できますよ一応声のあれなんですから、声優なんですから。そうでした、じゃあぜひそれを踏まえて構成作家さん検討を、そしてお二人のスケジュールをマネージャーさんお願いします。はい、どこかにあの、はい、あ、はい、わかりました、はい、よろしくお願いしますはい、いや、それさえもちろん花森さんもね、全3人で、待って、私もやるのすいません、あの下でいいディオなんですけど、私もこっちに来ない、レジ配信、レジ配信、さ、最後うんちって言ってもらえる、それではまた来週、うんちもうさ、もうさ、守れないよ誰も。すごい、でも楽しそうですね、それ。楽しそうですねじゃないよ。あ、いた。ちょっと待って、今本心からの言葉だったよね。ちょっと楽しそうですね、なんか。うん。いいと思う。一回ぐらいそういう回があって。いいじゃないかな。じゃあ三人のマネージャーにスケジュールを合わせてもらって。こんなに回数やってきてこの子は私の味方になってくれないの怒らないで、怒らないで、怒ってない、怒ってない、全然怒ってない、怒りの感情もないよ。わかりました、うん、じゃあ、大丈夫、ちゃんと正したいって思ってるよ。わ、うん、かりました現場からは以上で、現場からは以上で、この方の判定はしました、してない気がしないですね、してないです。何さんでしたっけ、ネオケンジさん、はい、ネオケンジさん、うん、からの判定を受けて、うんうん、私たち判定をしたいと思います、はい、それではいきます、せーの、ドン、はい、おめでとうございます。あ、すごい、これはすごい、揃ったので、うんうん、おかわわが揃ったので、うん、番組のポスターを差し上げたいと思います、うんうん、そして一度じゃあ4人でその特別コーナーを最後はねその挨拶をして、私あえて言いませんよ、その挨拶をしてあの締めていただくっていうコーナーをぜひ検討お願いしますはいはい、なるほど、はい、怒った
怒ってないよ。あのね、この、あのね、この番組をやる前、始まる前とかの打ち合わせの段階では普通のトーンなのね。うん、だけど、うん、番組が始まると構えちゃうから、うん、なんか普段の声のトーンよりちょっと低くなるのね。だからね、なんかこれを初め、この作品を通じて初めて私を知った方は、うん、この人ほんときっつい人だなって思うかもしれませんが、私は引き続き身を削って頑張っていきたいと思います。ということで、メールは絶賛募集中です。以上、今週の国レイディオ正す会議でした。平成最後の国レイディオ、フォワードバイ篠宮グループ。はい、もう一つお知らせがございます。はい、残念なお知らせなんですが、この番組の終了が決定いたしました。え4月あ、そっか、平成終わるから。石上くん、どんまい、どんまい、うるせえバーカー。ですがね、ですが、あ、そうだ、そう、4月いっぱいをもってね、この番組は終了します。うん、しかし、ほう、へえ、5月から新元号最初の国レイディオパワードバイ、まだやりますよ。篠宮グループと題し、新たにお届けします。はい、おお、やりましたね。お、続きますよ、まだ。よかったね、嬉しい。絶対絶対平和なラジオにしてみせる、私は。はい、4月1日の新元号発表でこの番組の5月からの番組タイトルが決まりますので、ぜひお聞きください。シモレイジ、何をこそこそ言ってるのかな。早く、あの、自衛隊のね、そう、行かないとダメだからね。出てきてくださいね。ネコヘイゴーさんも一緒に行くんだよ。絶対行くんだよ。ちゃんとスケジュール、あの、聞いてね。そう、そうですね、合わせて音ついてきてください。はい、じゃあぜひね、新元号になったらまたゲストにぜひお越しください。来てください。ぜひぜひぜひ呼んでください。はい、お二人はね、いつでも大歓迎ですので。大変なことになっちゃったね。試練がね、残ってるもんね。お二方はぜひ楽しんで。いつ石上くんはゲストに来るんだろうね。いつだろうね。自衛隊基地から中継飛ばすかもしれない。すごい、それ。それいい ね、 ちょっと一回ね。こちら自衛隊基地でございますって、ババ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 、後ろでね、後ろで飛んでるみたいな感じで。はい、いいですね。はい、夢が広がるな。それも楽しみにしつつ、はい、新元号からもよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、お届けしたのは篠宮かぐや役古賀葵と、藤原千佳役小原好美と、ゲストの白金美雪役古川誠と、石上優役鈴木亮太と、早坂愛役の花森ゆみりでした。また来週。来週、来週。平成最後の国レイディオ、キパワードバイ篠宮グループ。この番組は篠宮グループの提供でお届けいたしました。